逃げてもいいって師匠は僕に言った。だから、はあ、バカな。びっくりさせんなよ。マジで切られたと思ったじゃねえか。なぜ立っていられる、レーゲンさん。その刀やっぱり偽物だったんだな。プラスチックの感触だった。だとするとさっき床を切ったのはどんな細工があったんだ。おいおい、どうした急に。なんかいつものあの人だ。ならば次は首を落としてやろう。いて。え、あのな、チャンバラ遊びに付き合えるほど社会人は暇じゃねえんだよ。さすがに影山くんの師匠というだけある。桜井、そこどいて。ジャスミンちゃん。うわあ、悪霊か。おい、モブ、なんとか。あれ、やけに軽いな。ぬいぐるみ。ゆるキャラか、てめえら。ああ、すまん。着ぐるみを破くつもりは。え、レーゲンさんって本物？中心運命。まずい、囲まれてる。この男の潜在能力を限界まで引き出してみるか。ねえ、喉乾かない。ナンパか。強引な女は願い下げだな。どうだ。うわっ。こんな形でマニュアルに助けられるとはな。命が優先。尻尾任してもらうぜ。さすがに都市伝説界のトレンド、SNS で共有されまくってるからか、搭載してるエンジンが他とは違うな。次は機能美を求めてきたか。なんだあれ、なんだろう、あっちで煙が。火事かって。おい、あの方角って。急に爆発するように火が出たんですって。放火かもって。逃げ出したところは確認できてないそうよ。あ、影山さんとこの。よかった、無事だったのね。ちょっと落ち着いて。近づいちゃダメよ。ちょっと、あの子誰か止めて。大変、火の中に入っていっちゃった。大丈夫、今日はお父さんが家にいたんだから。お父さんはたまに厳しいけど強くて頼りになるんだ。
会社まで休んで僕のマラソン見に来てくれたんだ。お母さんだって火の扱いにはいつも注意してた。小さい頃に花火でふざけてすごく怒られた。それにリツがいるんだ。いつでも冷静で優秀な弟。大丈夫、大丈夫だよ。家が燃えたのは残念だけど、みんながいればやり直せるんだ。誰もいない。やっぱりうまく逃げたんだ。しげよ、玄関に争った形跡があった。誰かが乗り込んできやがったんだ。誰かがこれをやったのか。ちょっと待って、じゃあ3人は連れ去られた可能性もあるんじゃ。何か手がかりを探さなくちゃ。それが目的なんだろ。だから、賢明な判断だが俺は意地悪でね。その顔が気に入らんな。敵意満々のその顔がな。おい、お前、こんなの初めてだ。わかるかなあ、僕の敵。俺が手をつかされた。あんなガキに。あの男、終わった。僕たちにひどいことをした大人のお兄さん、言っとくけどお前のせいだからな。二度と僕たちの前に顔を出すな。面倒だ。硬い、さっきとは別物。好きなように思うがまま動けないとなると、常に感情にブレーキをかけた状態になる。力の使用を避ける生活がコンプレックスになっていることにモブ本人は気づいていない。抑圧された感情はモブの心の奥深くで少しずつ膨らんでいく。内で溢れ出し暴れる感情の成分にも限界許容量がある。そして今まさに本流し渦巻く感情がついに限界を超えようとしていた。それは怒り。これほどの超能力者とはスマイルマスクが通じないわけだ。マスク、あれにも細工があったのか。力が弱すぎて気づかなかったよ。まあいいや、グループの仲間外れを殺すのがあんたの宗教の方針なら本気で来い。笑わせるよりは簡単かもしれない。本気で来いだと？
お前を消すのに2秒もありゃ足りるぞ小僧。感情のない家畜が人並みに怒ったふりすんじゃねえよ。次は泣いてみるか。派手だな。なんだこれ。こいつは参ったぜ。この俺がフル霊力で戦う羽目になるとはな。このガキ本物だな。ここでくたまんな。なんだと。お前リクエストに応えて出てきたよ。これが僕の感情だ。身を委ねるとこうなる。化け物かてめえ。だがレイザービーム。さあ突撃。撃ってきた修羅場の数が勝敗を分ける。僕は最低だ。うちには向いてないかもしれませんね。ならばここで痛い。初めてヒットしたぜ。いやはや想定以上のしぶとさ。さっきはよくもやってくれたな。ドブネズミ改めゴキブリですね。組織にいた頃とは違う。自立しようとする意志の力を持った私たちは手強いぞ。何度やっても同じですよ。強がるなよ、焦ってるくせに。いくら先読みができても数が多ければ限界が来るはずだ。リベンジさせてもらうよ。撃たないのですか。高速の類は無駄だと思います。言ったでしょう、何人いても同じだと。手数だ。手数があれば移動先を予測して追い詰められる。なぜ影山が空から降ってきたんだ。誰かが遠投でもしたんですかね。うん、誰だろう、あの人は。大した筋肉だ。まさかあなたが影山を遠投したんですか。影山はうちの部員です。どなたかは存じませんが、お引き取り願おう。頑張ってきたんだ。
何度貧血で倒れようとも足をくじこうとも後ろについて走っていたその姿が俺たちに勇気を与えてくれる。それはこんな程度で折れるものではない。お前に影山を渡すわけにはいかん。さすが修行の先輩、すげえパワーだ。イグレ解放。何驚いてんだ。超能力を使って作った筋肉と地道にトレーニング量を積んできた筋肉じゃ質が比べ物にならねえだろ。修行の正解だった。使わない。僕は変わるんだ。おい影山、おい起きろよ。待て、僕を置いてくな。影山、影山茂雄と花沢照樹、超能力者同士の対決はついに決着がつかなかった。互いの拠り所を拒絶し合った結果、そこに勝者はなく虚無感のみが両者の胸に深く刻まれる結果となったかに思えた。なんだそれは。やっとやる気になったのか。それでいい。結局お前も信念を貫けないんだ。よしきだファイダイマン。影山、我慢できずに超能力を使いやがった。てめえも人に向けて使ってんじゃねえか。結局お前も。え、こいつ意識がないのか。じゃあなんだよこの力。なんだ、僕の力が影山に吸い込まれて。いや、それだけじゃない。大衆のエネルギーも。こんな膨大な器を持っていたのか。テルはそこに触れてはいけない何かを感じていた。異質、正体不明。嘘だろ、僕は何を目覚めとってしまったんだ。もう十分だ、僕が悪かった。超能力はもう取り抜けないから。なぜ泣く必要がある。信じてもらえないかもしれないけど、本当はあんたも傷つけたくないんだ。捨てない気分だ。起きろ。こんなに早く終わらせることは許さんぞ。起きろ。ダメだ。悔しいけど僕じゃ力不足だ。
何か別の道をあんたに示すほどの力はない。お前には私の破壊衝動に付き合う義務があるんだぞ。今さら殻にこもってどうする。諦めた。あんたがいい人に変わる希望はもう捨てた。先は私と同じく破滅で。君という器が壊れたことで、中身がそれか。